京王線軽電車、京王線軽電車、京王線軽電車は、1995年、平成7年に製造を開始した、京王電鉄井の頭専用の通勤軽電車。営業運転開始は1996年、平成8年1月9日。井の頭線では3000系、以来、34年ぶりの新型車両で、井の頭専用としては初めて20メートル級車体。 および VVVF インバータ制御を採用した。2011年、平成23年末、現在、5両編成29本の、計1 4 5両が在籍している。登場当時、京王帝都電鉄としては、最後の新規形式であり、京王電鉄に、社名変更後も投入が続けられた。本校では、井の頭線上で東側を、渋谷方、西側を、 吉祥寺型と表現する。編成単位で表記する必要がある場合は、吉祥寺方戦当車の車両番号を、編成名表記、例、1701回、末尾の F は、編成を意味する、フォーメーションの頭文字として扱い、各編成について取り扱う際はこの番号を用いる。3000系に引き続いて、ステンレス製であるが、輸送力増強を目的として、 各車両の全長は、同系列の18メートル級から、井の頭専用車両では、初の20メートル級となり、客用扉の数も、同系列の片側3カ所から4カ所取った。乗車定員も増え、車内の天井も、約10センチ高くなった。同系列と同様に裾絞りがあり、外半は4次車、1715階までは、ビード、凹凸付きである。加えて、 車体側面に、車外放送スピーカーも設置された。行き先表示器は、LED 式で、ローマ字を併記するが、1710回までは当初は、ローマ字と、確定運用時の種別表記がなかった。初体は、シック体である。また、運行番号表示器は営業運転開始時には、先頭車の前面左上部に設置されていたが、後に、中央左端、車掌台に移設された。 戦闘形状は3000系更新車と共通イメージで、あるが新たに非常用貫通扉を設置し、これを助手席側に寄せた構造となっている。この部分の塗装は編成ごとにパステルカラー7色、レインボーカラーを使い分けている、後日、前面行き先表示器周りのデザインは同系列の全消灯のイメージを残している。車体四隅に設置されている、トーカルや、 パノラミックウィンドウは初代五線形系を意識した形状配置となっている。なお、総庫の10類が単独設置の全照灯で、行き先表示器の両側には、急行標識灯と尾灯がまとめて入っている。貫通扉下部には、車両番号が表記され、その周囲にヘッドマークを装着するステーが設けられている。二千八年度導入者より、つ面窓や、側面のビード廃止。 行き先表示器のフルカラー LED 化、正面行き先表示器と運行番号表示器の一体化など、仕様が一部変更され、番号も21、71体となった。そのため、16から20、66から70は、当初から欠番となっている。井の頭線車両で、初のワンハンドル式主管制御機、また、京王の車両では、初の電子警笛が装備された。 1710回までは、低運転台構造。1711回以降は、高運転台構造となっている。乗務員室仕切りは、客室から見て、左側に大窓、右側に仕切り扉があり、1712回以降は、大窓の可変高さが高くなった。乗務員室の共通事項は別項参照。本系列は、井の頭線発の VVVF インバータ。 制御車両である。初期の編成は、軽量車体に大出力の主電動機を搭載した、ことで、MT 比、電動車と付随車の構成比に M3T を実現したが、2003年、平成15年生の1711回以降では、MT 比が 3M2T に変更されている。これは、初期の編成で雨天時の空転や滑走などが多発して、問題となったためである。なお、 1710回までの編成では、セラジェット噴射装置を搭載するなど、新たに対策を施して、問題を解消した。VVVF インバータ制御装置の制御素子は1710回までの、奇数編成が、東洋電気製造製、GTO サイリスタ、偶数編成は、日立製作所製イベットで、各 M 社に搭載される。1711回から15回は、 東洋電気製造製イベットで、デハ1000型にはユニットを組むデハ1050型も制御する、ATRH8180RG682AM を、単独 M 社のデハ1100型は、ATRH4180RG683AM を搭載する。1721回以降では、日立製作所製のイベットで、デハ1000型に、 ベフィー HR2820K を、デハ1100型に、ベフィー HR1420T を搭載する。2011年には、本系列の1両に、東洋電気製造の強気用全閉、内線軽手電動機が搭載され、性能確認が行われた。朝ラッシュ時の使用を想定した、低速制御の機能を持っているが、井の頭線内では、頻繁に加減速を行っているため、 使用する機会は少ない。パンタグラフは全編成とも3機搭載である。そのため、1710回までは、左派1500型にもパンタグラフが搭載されている。初期に落成した編成は、菱形パンタグラフであったが、1710回のデハ10 10で派1010でシングルアーム式が試験搭載された後、1711回以降は、新造時からシングルアーム式を搭載した。 従来車についても順次乾燥されたため、全編成がシングルアーム式に統一されている。屋根状に設置された冷房装置は集中式で補助送風機としてラインデリアを装備する。ベンチレーターは設置されていない。1995年から1998年度製造。前述の通り、製造当初は菱型パンタグラフとしていたが、三次車登場以降、 シングルアーム式へと統一交換された。3編成が日本車両製造以下、日車製。7編成が東急車両製造以下、東急製である。2002年から2004年度製造。前述の通り MT3M2T に変更している。他、シングルアーム式パンタグラフを新造時から採用している。 上記に挙げた2点は既存編成についても2004年度に設置された。駆動装置点圏外に関しては1710回まで設置していたが、1711回以降は省略された。全編成が等級製である前述の通り外観はビードレスのステンレス合体とし、正面の LED 式行き先表示器を大型フルカラー化し、 その横に運行番号表示器を移設し、車体内部に埋め込んだ。保安装置改良に伴い ATC を、新造時から搭載している。なお改造によって1710回以前の一部編成にも、1721回以降で採用された大型の袖時切りに変更された編成が存在する。他、井の頭線で初となる。 自動放送装置の設置工事も行われており、2012年10月以降は、設置が完了した編成から順次使用を開始している。全編成が、東急線である井の頭線では、客室照明を蛍光灯から LED 照明に交換しており、現在は線経前車が LED 照明となっている。1995年から1998年に、 製造された1.2次車の全編成を対象に2018年度までに順次リニューアルが施行される。施行内容は以下の通り5.6次車に行われたリニューアル。編成番号と車体色の対応は可表の通りであり、大 N 編成の車体色は n、NO、を7で割った余りに対応するという規則がある。この規則は3000系と基本的に同一である。 1721回以降はベージュがメイド不足であることからオレンジベージュに変更され、後に1706回と1713回もベージュからオレンジベージュへと変更された。それら以外は下記の規則通りとなっており、編成番号同様照明色も1716回、アイボリーから1720回、ベージュが飛ばされている。 1729回は2012年10月3日より、井の頭線のイメージカラーである、レインボーカラーのラインと沿線の名所や魅力、八甲、井の頭公園、神田川、紫陽花、桜を表現したステッカーを重複した特別ラッピング車両として運行を開始した。正面色は清潔感のあるホワイトがベースとなっている。また、 社内の液晶ディスプレイを2画面化し、KODG、デジチャンネルとして2012年11月からテレビ、東京製作のニュース番組、ニュースエクスプレスや、空から、KO 沿線を見てみよう、ヘラ、日本を見てみようの KO 沿線バージョン、天気予報や CM の放映を行っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。